マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたは小腹が空いた時、どんなものを召し上がってますか？私は過去、ミニドーナツとかね、こうパクッと、まあ、気軽に食べられるものを食べていた結果、プラス10キロ、今よりも太っていたっていうね、まあ、黒歴史があるんですけども、そこでこの動画では、小腹が空いた時に食べて良いダイエット食品がわかります。もしあなたが、ああもうちょっと小腹空いたっていう時に、どんなものを食べたらいいの？ということで知りたいのであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。ではこの動画の流れです。1つ目、ナッツがダイエットに良い理由。2つ目、おすすめのナッツトップ3ということでお伝えしていきます。はい、結論からお伝えしますと、小腹が空いた時に食べて良いものはナッツになります。ただナッツといってもね、いろいろ皆さんありますから、ぜひどんなナッツがダイエットに良いのかということで最後までご覧くださいね。ナッツは、まあ、低糖質、よくロカボ食品と言われる糖質がね低い、要は脂肪に代わる元が低いわけです。これいいですよね。なので、まあ、脂肪燃焼効果もありますし、その結果代謝もアップして痩せることができる食材です。そして嬉しいのがここ、悪玉コレステロールも低くしてくれますから、もし健康診断とかでですね、あちょっと数値がっていう方は、ぜひナッツを日頃のお食事に取り入れてみてください。そしてなんといってもここ大事なんですよ、一番最後、栄養価が高い、まあ、要するに栄養がたっぷり一粒に含まれてるわけですよね。これとっても大事。もしあなたが健康的で綺麗に痩せたいって願っているようであれば、栄養が取れないとダメなんですよ。栄養不足の方、よくあるあるなのが、ダイエット頑張りすぎて結果栄養不足になっている方っていうのはですね、どんなに食事量を減らしたとしてももうどんどん太っちゃうんですよ。なぜかというと栄養が取れていないからです。栄養がないと痩せるホルモンを作れなくなりますから、悪循環になってしまう。その時に大活躍してくれるのがこのナッツ系になります。ではここから2つ目の項目です。おすすめのナッツトップ3ということで今回3つ選んできました。でナッツはもう基本、まあ、一括りナッツなので全て先ほどお伝えした効果があるんですが、特にこのナッツを食べるとこんな効果があるんですよっていうことをまずは覚えていただきますと、日頃食べる時にね、あちょっとこっち多めに食べようかなとか参考になると思いますから、ぜひ最後までご覧くださいね。で私は日頃このような素焼きのミックスナッツを購入しています。でこのミックスになってるっていうのがねポイントなんですよね。やはりどんなにいいナッツでもそればっかりっていう、要はばっかり食べってありますよね、ばっか食べ、それはねやはり栄養がね偏ってしまうんですよ。でしかも腸内細菌、要は痩せ菌たちの種類がね増えにくいです。ですからよくバランスよくいろんな食品品目食べましょうねって言われるのはそこにあるわけですね。どんなにいいものでもそればっかりっていうのはやっぱり良くないわけです。いろんなものを取り入れてあげるからこそ腸内細菌の種類が増えて元気になって、そしていつまでもあなたの腸で元気いっぱい住み着いてくれたらもうあなたの勝ちっていうね、イコールもうダイエット成功ということになりますから、ぜひねこの3つ覚えてください。まず1つ目はこの中にも入ってますがアーモンドです。で選ぶポイントはですね、ここ素焼きです。これがポイント、イコール無添加であるということですね。余計な食塩とかオイルでコーティングされているとか、もうどうかしたら化学調味料でのたっぷりね濃い味がついてるナッツがあります。そういったのは逆効果ですから選ばないようにしてくださいね。で私は必ずこの素焼きをねメインに選びます。で一番いいのがですね、アーモンドが一番ナッツの中ですごいのはビタミン E がめちゃくちゃ入ってるんですよ。なので老化防止になる、まあ、アンチエイジングになります。簡単に言うと体がこう錆びていく、老化していくのを防いでくれるのが一番強いのはやっぱアーモンドになるんですよね。でまた善玉菌、まあ、要するに別名野生菌と呼ばれる菌を増やして腸内環境を整えてくれるのもアーモンドになります。ですからアーモンドはねもうマストですよ。では2つ目はこちら、カシューナッツになります。よくね皆さんからご相談が多いのが、いや先生ナッツってダイエットにって聞くけれども、脂質、要はこう油がね
じゃないですかって、カロリーが高いじゃないですかって、大丈夫なんでしょうかっていうご質問もよく受けます。同じ脂質、まあ、要は油分ですよね。でもナッツの油というのは良質なので、吸収率とかですね、その体にとっての負担がもう全然違う別のものですから、安心して召し上がってください。ただそうは言ってもね、やっぱりカロリーが高いって気になりますよね。その時にこのカシューナッツは他のナッツと比べてこういった脂肪分とかね、カロリーが低めですから、もうとにかくね、体重を落としたい、脂肪を落としたいっていう方はカシューナッツもおすすめです。そして血圧の改善効果があったり、活性酸素を抑えてくれます。要はここもですね、体が錆びていく、老化していくのを防ぐ効果もあるんですよということです。では3つ目はこちらです。くるみになります。くるみはですね、いろんなナッツの中でもこのオメガ3系の脂肪酸、よくあの EPA、DHA を取りましょうっていうね、宣伝もよく見られると思うんですけれども、普段は青魚などに多く含まれるものなんですが、なかなか毎日ね、青魚っていかがでしょう、召し上がってますか？私も毎日はね、無理です。なのでお魚からだけ取ろうとするよりは、この手軽に取れるくるみで補ってあげると二重丸になるんですよね。なぜかというと、このですね、体にとって必要な脂肪酸は実は体内でね、作ることができないから、外から取ってあげないといけないんですよね。なのでよくテレビとかでこうコマーシャルでね、サプリメントを取りましょうっていうのがあるんですけれども、サプリメントもいいかもしれませんが、もう自然なものから取れたら一番良くないですか。その時にやっぱり食事から取る必要があるので、くるみを使ってみてはいかがでしょうかということです。で、特にくるみの形が人の脳みそにね、似てるって東洋医学では言われています。なので東洋医学では、その体の臓器に似た形をしたものを食べると、その部分が活性化しますよ、ケアできますよっていう教えがあるんですよね。そうした時にこのくるみって脳なので、あの私今ね、高校3年生の一人娘がいるんですけれども、今一生懸命勉強頑張ってます、受験生で。その娘にですね、よくくるみを食べさせてあげてます。やっぱり脳がね、活性化したらいいじゃないですか。なのでもし受験生のお子様をお持ちの方や周りにいらっしゃったら、くるみを食べさせて差し上げてくださいね。脳が活性化して学力アップになると思います。では最後に痩せるための食べ方注意点をお伝えして終わっていきたいと思います。こちらです。どんなにダイエット、お体に良いナッツだったとしても、1日1回まで、まあ大体10粒程度に抑えていきましょうね。何でもそうですが、食べ過ぎてしまっては効果を得ることができなくなってしまうからなんです。そして2つ目、よく噛んで召し上がってください。噛むことでこのナッツに含まれる栄養ですね、もう十分消化吸収できるようになりますから、ガブガブって食べてしまうとちょっとね、消化に負担もかかりますから、ぜひしっかりとですね、よく噛んで召し上がってください。そしてナッツだけ食べてしまうとですね、こう満足感を得ることがやっぱり難しいです。なので温かい飲み物とともにナッツを召し上がってもらうと、もう十分ね、10粒でも満足度がアップします。でその時にね、コーヒーとか緑茶とか紅茶とかではなくて、できればですね、ノンカフェインのハーブティー系ですね、おすすめ。もし脂肪を燃焼したい、燃やすぞっていう方はルイボスティーなどがおすすめになりますから、ぜひね、ほっと一息、温かい飲み物と一緒にナッツを召し上がってくださると、小腹が空いたなっていう時にね、こう食べ過ぎなくて済みますし、かえってその脂肪燃焼効果もアップしますから、上手に取り入れてみてください。さあ、いかがだったでしょうか。今までね、小腹が空いたなと思った時に食べていたものを、ぜひこのナッツに置き換えるだけで脂肪燃焼効果が高まるということがよくお分かりになったと思います。また食べ過ぎ防止にもなりますから、ぜひ取り組んでみてくださいね。ではこの動画のお話は以上になります。もし役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただけますと、もとっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。